アッツ島玉砕は太平洋戦争におけるアッツ島の戦いで玉砕した日本軍アッツ島守備隊員とアメリカ軍との白兵戦を題材として藤田二がじが1943年に描いた戦争画。日本の戦争画の中で最もよく知られた作品の一つとされ戦後は接収されて1951年にはアメリカ合衆国に移送されるが1970年に 無期限太陽という形で、日本に戻り、東京国立近代美術館が保管している。アッツ島玉祭は縦1 9 3 5トル横2 5 9 5トル人物画における2 0号サイズの油彩画である。戦争画を描くようになるまで、壁画を除いて、藤田は150号を超える絵画を描くことはなかったが、軍からの要請を受けて描く戦争画は、公開。 保存の観点から基本的なサイズが定められており、油絵の場合、人物が205サイズとするとの資料が残っている。キャンパスの材料である麻布は軍需品の一つとされたため、戦時中、個人では質の良い大型のサイズのものは入手が困難になったが、藤田らは軍から規定の人物が205サイズのキャンバスが配給されていたものと考えられる。 戦時中の物資不足の影響が顕著であったのが、絵の具であり、カーマイン、コバルトブルーなどは特に入手が困難となった。藤田が、アッツ島玉祭以降、第二次世界大戦後期に描いた、戦争画は、茶系統、グレー系統を中心としたモノクローム風の色彩となっており、これは藤田に限らず他の戦争画家にも当てはまる特徴である。理由としては当時、 入手可能な品質の高い絵の具が茶やグレー系統に限られたためであると考えられている。あっちと玉砕の画面上部には雪をいただく山々、山の円形として北の海と海に浮かぶ軍艦が描かれている。画面の中段から、下部は戦闘シーンであり、アメリカ兵の多くは目を閉じた死体となって仰向けに積み重なり、その中で日本兵が銃剣や日本刀で勇猛に戦い、 画面の下部には所々紫色の花が描かれている。画面は暗い茶系統の色彩で統一され、奥行きに掛け平板に描かれている。その結果、敵味方入り混じった多くの兵士、山、海がすべてつながり、還元されて、それぞれが大地を構成する要素のごとく一体化するように描かれている。アッツ島玉祭は百四十二年以前の藤田の作品よりも、 はるかに暗く、これまでの立体的にバランスよく構成された作風からも対照的である。一見的見方がわからぬほどに絡み合い、混沌とした光景を描いているアッツと玉砕であるが、実際にはいくつかの三角形のまとまりとして画面が構成されている。この三角形の構図を組み合わせるように画面を構成する手法は、ヨーロッパ絵画の基本的画面構成法である。 そして日本兵が振るう受験は、鑑賞者の関心を引きつける矢印のような役割を果たしている。藤田の高い描写力と画面構成力によって、絵画全体として、リアリティの高い群像表現を達成している。人物表現について、口述のように、藤田はパリで画家として、成功を収めていた。パリでの長年の画家生活の中で、藤田は他の戦争画家よりも、 はるかに優れた描写力で西洋人を描く技術を身につけていた。アッツ島玉祭は日本軍とアメリカ軍が入り乱れる混沌とした状況を描きながらも両軍を的確に描き分ける藤田の描写能力によって単なる無秩序な光景ではなく日米両軍の死闘を描く絵画として成立した。戦闘行為の描写の特徴としては20世紀の 戦闘を描いた絵画でありながら機関銃などの近現代兵器は描かれず、銃剣やに本島を手にした兵士が敵に対して白兵戦、肉弾戦を挑んでいることが挙げられる。つまり、アッツ島玉祭は古典的な戦闘シーンを描いている。これは藤田が単なる記録画としての戦争画ではなく、芸術的に優れた作品を描こうとしたためであると考えられ、 画面下端に描かれた紫色の花も、やはり、アッツ島玉砕を、記録や報道レベルのものに終わらせまいとする意欲の、現れであると見られている。また、アッツ島玉砕の日本兵が、重剣や日本刀で、白兵戦、肉弾戦を挑む描写は、西洋文明に対峙する形で日本を際立たせる、表現でもあった。アッツ島玉祭のような玉祭図の描写に就寝した、背景として、 藤田が特っくみ合いのモチーフを持っていたためであるとの説がある。第二次世界大戦期の後半、藤田が描いた戦争画はいわば特っくみ合う兵士たちの群像であり、これは藤田が持つ日本の現像が祭りのようなたくましい空間であり、戦争も祭りにおける喧嘩の延長線上とみなす藤田の感覚から生み出された表現であるとみなしている。 アッツ島玉祭の作者、藤田つぐは1886年に東京市に生まれた。父、藤田嗣ぐは陸軍軍医であり、日清戦争、日露戦争に従軍し、1912年には軍医総監となる。藤田の父が軍医として最高位にまで上り詰めた経歴を持っていたことが、戦時中、報告の理念を強調し、戦争画を描くようになった動機の一つであったと。 考えられる。幼い頃から絵画に強い関心を持っていた藤田は、東京美術学校の西洋画家を経て1913年にフランスに留学する。フランス留学翌年の1914年、第一次世界大戦が勃発する。開戦後パリ在住の日本人の多くが、帰国やイギリス等への避難、地方疎開をしてパリを離れたが、藤田は戦時下のパリに泊まる。後に、 藤田は私ほど戦に縁のある男はないと語っているが、藤田の人生に戦争は大きな影響を与えることになる。1920年代、藤田は時期を思わせる白地で女性を描くスタイルでパリで画家として成功する。1920年代後半、パリを囲むティエールの城壁が撤去された跡地に国際大学都市の建設が始められた。 薩摩二郎八は新設される国際大学都市に日本人留学生のための学生寮を寄贈する。1927年以降、藤田はその国際大学都市の日本人学生寮である日本館の壁画作成に携わるようになる。1929年に日本館は落成し、藤田が手掛けた壁画が展示された。また1929年には、 藤田は連合国体役軍人クラブの壁画作成も行っている。藤田は国際大学都市日本館の壁画作成にあたり、様々な人体デッサンを繰り返していた。その人体デッサンは後の作品制作に生かされることになった。やがて人体デッサンを型として把握すると、モデルを使わず自ら得,得した型を当てはめていくように、作品制作を行っていくようになる。 また壁画作成の中で大画面に群像を描く作品制作に関心を強めていく。1929年の世界恐慌後は経済情勢の悪化の影響もあってパリを拠点とした生活を離れてまずアメリカ合衆国中南米を周遊し1933年11月に日本に帰国。その後は東京を拠点として日本やアジア各地を巡るようになった。 この時期の藤田の作品では多くの人種を描かれており、パリ時代に西洋人の人物画に習熟した藤田はアメリカ、中南米、さらに日本やアジア各地を巡る中で各人種の特徴を描く技術を手に入れることになる。東京に拠点を置くようになった藤田は注文を受けて壁画を描くようになる。壁画の受注をこなすようになった藤田はこれまでは時間をかけて 丁寧に絵を描いてきたものが、限られた、時間の中で作品を作成するようになった。藤田は壁画に富裕層のコレクションとして、収集されるような絵画ではなく、多くの人々に美術に触れる機会をもたらし、大衆に奉仕する、芸術作品としての役割を期待していた。また、世主の注文を受けて制作する壁画は、どうしても、世主の意向を反映した作品にせざるを得ない。 また、壁画制作を続けるうちに、藤田は大画面に多くの人々を描く、表現力、構成力に磨きをかけることになる。パリでは主に白人女性をモチーフとしていた藤田であったが、1936年にはフランス人の妻ママドレーヌが亡くなり、絵画の主題はアジア系の男性が主体となっていく。そして、壁画制作で培われた大画面に、 多くの人々を描く、表現力、構成力と芸術の公共性に対する藤田の関心は、戦時体制が強化されていく中で、戦争画の制作につながっていくことになる。1937年7月、日中戦争が始まると、画家たちの中から自発的に絵画制作のための従軍を申し出る動きが出る。画家たちの従軍志願の希望は強く、 1939年春までには、延べ300名の画家が従軍した。一方で、日中戦争開戦後、壁画の注文は激減し、藤田は絵画活動の転換を余儀なくされる。そのような情勢した、藤田は、自発的な従軍ではなく、戦時下の風俗である千人針を描いた絵画を1937年9月に発表する。 藤田は1938年9月に海軍、翌10月には陸軍から戦地取材を命じられ、中国の日中戦争の戦場に向かった。中国との戦いが、当初の短期戦との見込みが外れ、長期戦の様相を示し出す中、陸海軍は画家や作家、作曲家らを戦場へと送り込み、国民の戦意公用のための作品制作を推進するようになっていた。 一ヶ月余りの中国の戦地取材から帰国後、藤田は取材をもとに戦争画を制作する。この時に制作した戦争画は戦地を取材したにもかかわらずその評価は高くない。中国から帰国し、初の戦争画を仕上げた後の1939年4月、藤田はパリへ向かう。パリ到着後間もなく、第二次世界大戦が始まり、 翌1940年春には、ドイツ軍がフランスに侵攻し、藤田はパリ陥落直前に日本への帰国の途につく。日本に帰国した藤田は、オギス竜兵予備薬陸軍中将の依頼を受け、ノモンハン事件の戦争が制作に取り組むことになる。オギスは、ノモンハン事件の現地指揮官であったが、事件の責任を取る形で予備役に編入されていた。この依頼は、 オーギースの個人的な依頼であり、画料も予備役編入時の貸金から捻出したと伝えられている。そのためのモンハン事件の絵画制作にかけるオーギースの期待は大きく、藤田はオーギースの口利きで現地取材を行った。また戦闘に関する情報を提供し、武器や兵装などの絵画描写にも正確さを要求し、若い兵士にモデルをさせたりもした。藤田は オギスの依頼により、工事効果反戦闘図を描いたが、もう一枚の門ン,ン事件を題材とした絵画を制作していたと伝えられている。このもう一枚の絵画は広大な草原を舞台に、ソ連軍が戦車から日本軍に容赦なく銃弾を浴びせかけ、さらにはソ連戦車に日本兵の遺体が踏みつぶされていくという、ソ連軍に蹂躙される精算な場面を描いたものとされている。 藤田はごく親しい人にのみその絵画を見せ、作品の出来に自信を持っていたという。当時から、ノモンハン事件を描いた作品が、藤田の戦争画家としての地方を固めたと評価され、近藤文とも2枚のノモンハン事件を描いた絵画が、藤田の本格的な戦争画家としてのデビューであると評価している。また田中久夫は、ソ連軍に蹂躙されるもう1枚のノモンハン事件を、 描いた海外について、藤田の少々異常なばかりの残酷図好みがあったと指摘している。戦争画は実際の戦闘の記憶が冷めやらない時期に、監修に臨場感を伝えることが重要であったため、極めて短期間のうちに絵を描き上げることを要求された。また、軍の要請に従って描かれる戦争画は展示保存を考慮して、日本の油彩画としては、 大型のサイズであった。前述のように壁画を描くようになった後の藤田は絵を早描きするようになっており、1942年に制作したシンガポール最後の日は26日、12月8日の真珠湾は2週間で完成させた。また藤田は長年海岸の様々な技法を磨いており、依頼主の様々なオーダーに対応できるようになっていた。 戦時中の藤田次ぐ藤田の他に戦争画の制作で評価が高かった画家に小磯良平や宮本サブローラがいた。小磯や宮本らは戦場で撮影された報道写真をアレンジしたような作風であり、第二次世界大戦参戦後しばらくの間、日本軍の快進撃が続いている期間は優れた作品を制作していた。しかし1942年6月の ミッドウェー海戦の敗北後、戦況は悪化し日本は主勢に立たされる。日本軍が快進撃を続けている間は、報道写真が手に入りやすかったものが、主勢に立たされ敗退が続くようになると入手が難しくなっていく。その結果、小磯や宮本らの制作活動は制裁を欠くようになる。ところが、藤田は日本が敗退を続ける頃になって、戦争が制作に没頭し、 大胆な目を見張るような表現を取り入れた絵画を制作するようになる。藤田が戦争画制作に没頭するに至ったのは他の多くの戦争画家が若手の画家であったのに対し、藤田は50代後半の戦争画家として最高齢に近かったことが理由の一つとして挙げられている。もはや若くない藤田としては画家生活のある意味集大成として戦争画に 全力投球せざるを得なかった。1941年12月に日本が第二次世界大戦に参戦して約1年後くらいから、藤田は戦争画制作に極めて積極的な意見を表明するようになっていた。1943年2月、雑誌改造に欧州画壇へのたも別を発表し、画家として修行の場であり、 活躍の場であったフランス画壇からの決別を宣言した上で、オートワの名衆日本国こそ大文化の中心となって、すべて芸術中心地となることの疑いない。画人間からも日本史上に結出した巨匠を生んで、画壇の上で世界を征服しなければならぬとの自説を唱えた上で、私はあくまでもある時は率先し、またある時は後押しとなって、この一大画業に邁進する覚悟を訴えた。 また同じく1943年2月に新美術史上で発表した戦争画についてでは私の44人のあの修行が今年になって何のためにやってきたか明白に分かったような気がした。胸デを振るって後世に残すべき記録画の御用を務めうることのできた光栄をつくづくとありがたく感じる絵画が直接にお国に役立つということは何という過報なことであろうと書いた上で 日本に、ドラクロア、ベラスケスのような戦争画の巨匠を生まねばならぬと主張した。ドラクロア、ベラスケスのような戦争画の巨匠を生まねばならぬとの、藤田の言葉は単に戦争を記録するのみならず、ドラクロア、ベラスケスに習って芸術性の高い戦争画を制作していこうとする、藤田の意欲の現れであった。1937年のアッ大本営は、 ミッドウェイ作戦と並行してアリューシャン列島の一部を占領する作戦を立案した。ミッドウェイ海戦は日本の敗北に終わったが、アリューシャン諸島は1942年6月7日に、キスカ島、6月8日にはアッツ島を占領した。ミッドウェイ海戦に勝利したアメリカ軍はアッツ島、キスカ島に対して空爆、艦砲射撃を行った。 アメリカ軍の攻撃を受け、アッツ島の守備隊は、一旦キスカ島に移動したが、1942年10月、新たな部隊が、アッツ島に再上陸する。アメリカ軍の攻撃のため、補給が十分行えない中、1943年4月18日に、潜水艦に乗って、山崎康代大佐が、アッツ島守備隊の部隊長として赴任する。必要に続く、 アメリカ軍の攻撃のため、補給は絶たれ、栄養状態は悪化していった。アメリカ軍は1943年5月12日、キスカ島と比べて攻略が良いと判断された、アッツ島に上陸を開始した。島内では、アメリカ軍に対して必死の抵抗が続いていたが、大本営は、アッツ島守備隊の増援を断念し、5月23日には、 最後にいたらば潔く玉砕するよう命令された。翌日、昭和天皇からの激励のお言葉が伝えられたが、守備隊の食料、弾薬は突きかけていた。5月29日には、山崎隊長は大本営に最後の電報を送った後、残存部隊を率いて、アメリカ軍に最後の攻撃を敢行し、玉砕した。 第二次世界大戦参戦後、日本陸海軍は競うように重要な戦死者を商用、深格化してゆく。まず海軍は、真珠湾攻撃で戦死した9名の特殊潜航艇の陸民を旧軍神として商用する。すると陸軍は海軍に対抗するかのように、航空隊の指揮官、加藤武雄を軍神として深格化した。このような流れの中、 アッツ島守備隊の玉砕は、楠木正成の港川の戦いになぞらえるように、称賛され、山崎部隊長以下アッツ島守備隊員たちは、軍神部隊とされ、皇軍の神髄ここに発揮、アッツの中魂に続け、アッツの復旧が盛んに唱えられた。そして、アッツ島守備隊を称える曲や書物が、次々と発表され、奈良岡正を、三輪の隆、山田貞弘らが、 アッツ島の戦いを題材とした絵画を制作している。藤田はアッツ島玉祭をテーマとした絵画を二つ制作している。アッツ島玉祭と1943年秋の靖国神社臨時大祭に合わせて陸軍美術協会が発行した小冊子靖国の絵巻に掲載されたアッツ玉祭軍神山崎部隊の噴戦である。 共に1943年の8月から9月にかけて、ほぼ同時期に描かれたと推定されているが、双方の作風には大きな差が見られ、圧玉祭軍神、山崎部隊の噴戦の方は誇張された表現が目立つ、特っくみ愛を描いたかのような作品である。これまで、圧ッ玉祭は藤田が自主的に制作を進め、陸軍に堅納したものと考えられてきた。藤田は、 アッツ東玉祭を陸軍ではなく、秋田県在住の支援者、平野正吉に寄贈する予定であったとの話も伝わっている。アッツ東玉祭は1943年9月、東京都美術館で開かれた国民総力決戦美術展で公開され、同月下旬からは、北海道各地と青森市、岩手県森岡市を巡回した。藤田は、東京会場で絵の横に立ったほか、 巡回に合わせて北海道を訪問。その木と秋田へ立ち寄って平野に三度面会した。藤田は平野に日本の敗戦が必死であると語っていた。平野は画家として藤田に弟子入りしていた末弟の広氏を戦争で失っていた。他、藤田の美術館を作ろうと構想しており、広氏の異例もあって、あっちと玉砕を秋田に置こうとしていたというのが村上正人の見解である。 しかし1943年8月19日付の木村総八宛ての手紙の中で藤田は1944年開催予定の陸軍美術展へ出展するために陸軍から依頼されたとしている陸軍としては戦争が政策で実績がある藤田に依頼することで玉砕したアッツ島守備隊の検証深格化を進め国民の戦意公用に役立てようとしたものと考えられる 藤田がアッツ島玉砕の政策を手掛ける1943年夏には、前述のように宣言の効果によって世論は玉砕した、アッツ島守備隊を深刻化していた。そのような世論の動向を注視しながら、藤田は絵画政策を進めていくことになる。藤田は現地のアッツ島に行ったことはない。また、アッツ島守備隊員は玉砕しているため、部隊や戦闘に関する写真、 映像資料は極めて限定された状況下で制作が行われたものと考えられている。アッツ島についての写真や映像資料は陸軍報道範囲でアッツ島で約2ヶ月間撮影に従事した杉山明から提供されたとの証言がある。藤田は1943年9月の札幌訪問時北海道新聞社で軍の食卓として アッツ島に渡った経験がある彫刻家、加藤健清氏から現地の植物や気候風土などについて、軍からは突撃戦法について学んだことを語っている。加えて、藤田はこれまで蓄積してきた人物デッサンのスタイル、画面の構成力を駆使し、さらに戦闘を描いた西洋美術の古典作品を参考にしながら制作を進めた。実際の制作過程では、 最初に全体的な構想を練り、それから相互関係を考えながら、それぞれの事物の配置を決めると、すぐに各事物の詳細な描写に取り掛かった。前述の木村総八に宛てた手紙の中で、藤田は7月22日から外出を一切せずに、アッツとデの玉砕とソロモン海海戦の絵画制作に没頭していると書いている。新聞報道の中で、藤田は、 アッツ島玉祭を8月初旬から描き始め、アッツ島守備隊の月命日にあたる8月29日に完成させたと語っている。2作を同時並行で制作していることを考慮すると、アッツ島玉祭は賞味半月程度の制作期間で完成したと考えられている。アッツ島玉祭制作は、藤田が描いた戦争画の中でも早いものの一つであった。木村への手紙の中で、 藤田は画質に閉じこもり、正体もすべて断り、映画を見にも行かずに描き続けたとしている。また、どうかして私は、一生の中、これより描けぬという、すっかりの力を出した顔一枚でもいいから描いて、見たいと思ってますとも語っていた。新聞も面会者説の上、再開目欲して、毎日12時間から13時間、ぶっ通しで描き続けたと報道している。 また別の新聞報道によれば、藤田は自分が描いているアッツ島玉砕のあまりのものすごさに割れながら怖くなって線香を上げたと語っており。また完成後、ろうそくの明かりの下で線香を上げて、アッツ島守備隊員の冥福を祈ったところ、絵の中央部に描かれている山崎部隊長や他の兵士らが藤田に笑いかけたとの逸話も残っている。 藤田がアッチ登玉祭を完成させた8月29日、山崎康代守備隊長と守備隊に感情が出され、山崎守備隊長は2階級特進して中将に進級したことが報道される。30日の新聞では山崎を軍神と称用する記事が掲載される。このような中で藤田は報道陣に絵の完成を公開し、8月30日には陸軍省に 絵の剣能手続きを済ませ、8月31日の新聞各紙は、藤田のアッツ登玉祭の完成を報じた。そして9月1日から開催された国民総力決戦美術展にアッツ登玉祭が出品された。これは、翌1944年の陸軍美術展、出展に予定であったものを早めたことになる。完成したアッツ東玉祭は、 藤田が壁画制作を開始した1920年代後半以降取り組んできた大画面における群像表現の到着点であった。戦争画で玉砕をテーマとした絵画はアッツ島玉砕が初めてであった。藤田の妻、君世の証言によれば完成したアッツ島玉砕を見分した陸軍担当者は絵の内容を疑問視して 国民総力決戦美術展の出品許可が得られるまで手間取ったという。戦時中、アッツ島玉砕の内容について疑念を持ったのは陸軍ばかりではなかった。石井白帝は、アッツ島玉砕以降、多くの画家が描くようになった玉砕死闘をモチーフとする絵画について、その内容に軍部が首をひねったと紹介した上で、このような絵画が四季の古部や、 敵外心を喚起しうるのか疑問を呈し、皇軍将兵の注意を感じるよりも、お勘を覚えさせる恐れがあると指摘し、遺族らに一足はき連想を起こさせる恐れがあると主張した。アッツ島玉砕のモチーフは、日本軍の絶望的な状況下での死闘である。このような絵画は、国民の死期を削ぐのではないかとの懸念は最もであった。しかし公開された、アッツ島玉砕は、 多くの監修の共感を呼ぶ。前述のように、アッツ島守備隊員の玉砕後、守備隊員を称える報道が繰り返されていた。その最中に公開された、アッツ島玉砕は、疑似的なものではあるが、視覚的に玉砕場面を追体験する効果が、もたらされたのである。飲み山行事は、国民総力決戦美術展会場で、アッツ島玉砕の脇に、 作者の藤田が国民服姿で直立し、絵の前に置かれていた、再戦箱に再戦が投じられるたびに深々とお辞儀していた姿を改装している。国民総力決戦美術展は公表により、会期が3日間延長され、その後、北海道、東北地方を巡回する。これは玉砕した、アッツ島守備隊員の大多数の故郷が、北海道、東北であり、遺族らに、 観覧の機会を与えることを考慮したものと考えられている。札幌三越での展示は、アリューシャン方面の戦いを指揮した北部軍司令官、樋口樋一郎もみ入り、あの軍刀を突き出して叫んでおられるのが山崎部隊長ですか。ああ、これは、あっ、桜だね、などと語った。東欧日報では忍び泣きながら、いつまでも立ち去りがたく。 アッツ東玉祭を見続ける遺族の姿が報じられた。また絵を見た人々からは、噴撃と敵撃滅の誓いを新たにした、このか滝うたんと奮起したなどの感想が寄せられた。藤田自身も青森市で巡回展示された際、アッツ東玉祭を前にひざまずき、両手を合わせて祈っている観客や、家中の人物に再戦を捧げ供養していた老人たちの姿を見たという。 藤田は生まれて初めて自分の絵がこれほどまでに人々に感銘を与えたことに驚き、この絵だけは数多く描いた画の中の最も会心の作との自負を持った。大衆に受け入れられる絵画を描くことを目標としていた藤田の願いはこのような形で叶えられた。また絵に再戦を投じられたり、ひざまずき祈りながら鑑賞している観客がいたということは戦時中、 アッツ島玉砕は、殉教を描いた、宗教画のような扱いを受け、玉砕した兵士らの供養費のような役割を果たしていた、ことを示している。戦後間もなく、戦争画を描いた画家の中で、最も知名度が高く、軍部との密接なつながりが知られていた上に、小裸な戦争画に関する言論を繰り広げていて、しかも描いた、戦争画のインパクトも強かった藤田に対し、 戦時中の言動に関する批判が集中する。終戦時、アッツ登玉祭は岐阜県高山市で保管されていた。アメリカ戦争省は1945年10月末にはメトロポリタン美術館で開催を予定した日本制服展に日本の戦争画を展示すべく、藤田らに戦争画収集を依頼した。藤田はアメリカ側からの依頼を快諾した。 戦争画収集活動の一環として、1945年11月末に、藤田は高山市でアッツ登玉祭を回収する。1945年12月の新聞報道によれば、藤田は自らが描いた戦争画が世界のヒノキ舞台に出ることを喜び、戦争画を描いたドラクロワと並べてみて、さらに勉強しなければならないと述べていた。藤田は、 アッツ島玉祭の署名を漢字渡航期のつぐじ2603からローマ字と西暦の T 藤田1943と書き換えた。サインの書き換えについてはアメリカ東海外での公開に備えたものであるとの説が唱えられている。しかし、アメリカでの戦争画の展覧会は実現しなかった。アッツ島玉祭をはじめとする収集された戦争画は東京都美術館に集められたが、 1946年8月から9月にかけて占領軍関係者に公開された以外保管されたままの状態が続いた。結局1951年7月26日、アッツ島玉砕はじめとした戦争側箱詰めにされた上でアメリカへ移送された。やがて戦争側の返還を求める動きが始まった。日本側とアメリカ側との交渉の結果、 アメリカ側の法的問題をクリアし、議会対応の必要性もない上に、日本側の返還要求にも応えられる無期限対応という形で、戦争側を引き渡すことで合意した。アメリカ側から引き渡しを受けた戦争側、1970年4月9日に東京国立近代美術館に収蔵された。こうして、日本へ無期限対応された。 戦争画は153点だった。日本に戻ってきたアッツ島玉砕であるが、その公開は遅れた。まず戦時中に描かれた戦争画全般に関わる問題があった。アメリカで保管されていた戦争画の保存状態が悪く、その修復に6年間かかった。修復が終わった1977年、東京国立近代美術館の新修造作品展の中で、 戦争画約50点は展示されることになったが、直前になって中止された。戦争画の公開は諸外国との外交問題になり、かねず、軍国主義の復活につながることなどが懸念された。その一方で、戦争画の中には、傑作もあり、美術史に位置づけていくことは重要であるとして、公開すべきとの意見も強かった。結局、 東京国立近代美術館は一括して公開という形ではなく常設展示や企画展の中で少しずつ展示公開していくという一種の折衷案を取った。また、藤田の個人的事情が公開を阻んだ。前述のように戦後、戦時中の言動に対する批判が集中した藤田は1949年3月10日に日本を離れアメリカに向かい、その後フランスへ行き、 二度と日本へ戻ることはなかった。藤田は常々私が日本を捨てたのではない、捨てられたのだと妻、君よに話していたという。1968年1月29日に藤田は亡くなるが戦後の戦きを見ていた君よは日本の美術界に対する抜きがたい不信感を持ち藤田を紹介する著作や展覧会の中で 戦争画に関する部分については公開を拒否し続けた。2006年、東京国立近代美術館で生誕120年、藤田嗣治展パリを魅了した日本人が開催された。展覧会を企画した尾崎正明は、藤田美与と20年来の付き合いがあり、尾崎の粘り強い説得の結果、君与は展覧会にアッツ東玉祭など藤田が描いた。 戦争画の出展を認めた。これが藤田に関する回古展でのアッツ島玉祭初公開となった。生誕120年藤田つぐ展店パリを魅了した日本人でアッツ島玉祭を見た観客からの感想のほとんどは感動した戦争の悲惨さが実によく伝わってくる藤田の兵隊さんを痛む気持ちがよくわかるといったものであった。つまり戦時中に アッツ島玉祭を見た観客の感想とは、正反対の反戦のメッセージを受け取る人々が大多数であった。アッツ島玉祭の発表後、美術史屋の大口正雄は、絵の大部分が平板的な戦闘人物で、埋め尽くされながら、日本兵と米兵が巧みに区別して描かれ、山崎部隊長をはじめとする人物を高い描写力で描き、それら個々の優れた人物描写から、 絵全体の迫力につなげる、構成力も優れていると称賛した。そして全くの空想画でありながら通説な実感を伴う、アッツ島玉砕は、藤田のたくましい絵画的技量、対象を最後まで描写してやまない、全身画家とも言うべき徹底した、画家魂が見られると評価した。美術評論家の忍宮純一も、絵を実験していると玉砕報道後に感じた衝動が、 改めて伝わってくるとして、これは藤田独自の細かい描写によって、凄まじい激闘を描き尽くした表現力の高さによるものであると評価した。その一方で、美術評論家の今泉やつは、藤田のものの姿を描き出す執着の強さを指摘し、この執着こそが絵画芸術の根幹を支えているものであると評価した上で、藤田の戦争側、 主として視覚面や技法面での進化は見られるものの、内面的なものの変化、進化にかけるとした。藤田の戦争画に、内面的なものにかけるとした意見は他に、美術評論家の小川岳が、藤田の戦争画は、技術家としての腕に頼ったもので、民族的自覚や日本精神の発露といったような、明確な思想や哲学的な掲示にかけ、本質を見極めることなく、 傍観者的、野獣馬的共感による高専性に終始し、戦争に関していわば子供のように単純、無条件な共感を持ちながら描いたもので、人間性から逸脱した非人間的な作品であり、本当の芸術家によるものではなく、熟練校の作品であるとの指摘があった。アッツと玉砕は最もよく知られた戦争画の一つであると評価されている。 美術の窓1991年9月号に評論家、美術関係者、ジャーナリストの計58名による戦争画に関するアンケートが掲載された。アンケートの中で約8割が戦争画の中で芸術的に評価できる作品があると回答し、評価する戦争画家のトップは藤田嗣ぐそして評価できる作品としては宮本三郎の山下。 パーシバル領中上会見図、中村健一の、小田原藤田の、厚ッ東玉祭、裁判島同胞新設を全うす、小磯良平の、上司関を行くが挙げられた。沢良木の岩は、戦前期の今泉厚を、小川武による、評価のように、藤田の戦争画には意外なほど内面を感じさせる、ものがなく、厚ッ東玉祭は、 生産な光景を描きながらも意外とスッキリしていると評価している。またサワラギは、アッツ島玉祭は、ある意味超現実的な次元に達していて、密室における大量量奇殺人を思わせる描写は、戦争の記録、戦闘の美化という戦争が本来の描写を通り越し、純粋な加害者意識の塊となって制作したように見えるとしている。その結果として軍部が目指す、 聖戦美術としての戦争画に期待された歴史、美、正義の無意味さをその土台から暴き出していると評価する。戦前期の藤田の戦争画に関する評価の中に、暗さや異常性への好みが見られるとの評価があり、前述のように、田中久夫も藤田の残酷図好みを指摘しているが、菊畑、茂久場は、アッツ玉祭は、藤田の最高傑作で、 名作中の名作と称賛し、地獄の音量まで、サムから占めると評した上で、殺戮の大画面に、歓喜の声声を上げ、画質は殺戮者が日ごと夜ごと訪ねてきて、彼の職人的描写の筆に触れられて、甲骨の悲鳴を上げていたとした。波竜一郎の、あっちと玉砕の評価は、清掃過劣な殺し合いの光景をこれでもかこれでもかと、書き込みながら、 作者の魂は全く関与していないとした上で、死虐的な興味にかられて無ごたらしい場面を描き、その評価を変質強的に楽しんでいたと、内面性の無さと死虐性について指摘している。米倉守は、知人のアメリカ人の、藤田は負けたけど彼の甲斐が分かったとの言葉を紹介した上で、藤田は、技術を駆使して単に記録画ではない人間の地獄絵図を描こうとし、 クルようにのめり込んでいった唯一の絵描きと評価している。大塚栄治は、藤田の戦争画制作への転換は、純粋に技法的な書き換えレベルのものであり、非政治的な始末が悪い純粋さによるものであるが、ゆえに、逆に容易かつ躊躇なく、政治的なものに染まってしまったと評した。そして、アッツと玉砕をはじめとする玉砕図は、 無邪気に明らさまな生産さを描く衝動に従って描いており、その結果として土が過ぎた戦争画として結実したがゆえに、戦時中は戦意紅葉絵画として受け入れられたものが、戦後は逆に監習に反戦のメッセージを受け取られたと分析している。画家の相田誠は、アッツ島玉祭、サイパン島同胞新説をまっとうすを極端な、 ファッションとモチーフの選び方が突出していると評価し、アッツ島玉祭は日本人や戦争や歴史や人類の同ようもなさのようなものを描き、戦場の一場面を切り取った戦争画ではなく、もっと無限定な広いものを表現しようとした作品として捉えた。戦争責任に関する見解、司治は藤田のアッツ島玉祭、サイパン島同胞新設を全うすは、 異彩を放っており、見事な才能であると認めながら、絵を通じて、敵外心を煽り、繊維の紅葉をもくろんだ点は、他の戦争画と同様であると指摘している。女系職は、あっちと玉彩を描いた藤田は、危機として、地獄絵図を描いた絵描きを託であり、職人的技量は認められるものの、一流の芸術とは言えないとした上で、絵描きを託の戦争責任を明確にすべきであると、 主張している一方、現実問題としてほとんどすべての画家は、戦時中は戦争画政策に手を染めており、少なくとも戦後、藤田に戦争責任問題の批判が集中したのは不公平であるとの意見があり、波生一郎は前述の内面性の無差と死逆性についての指摘の後に戦後、藤田に代表される戦争画家の 荒廃した内面を直視した上での再出発をしようとせず、機械的に藤田の戦時中の言動を指断して、戦争がオタブーに押し込め、臭いものに蓋をするかのごとく自己改革の道を閉ざしたと指摘している。プロパガンダに関する見解前日のように軍部は当初、アッツ当玉祭が果たして戦意行用に結びつくのかも恩師していた。しかし藤田は、 絵画は文脈によって受け取られるものなのだという表現のメカニズムを知り尽くしていた。また藤田は軍部を上回るプロパガンティストでもあり、制作時に権限されていたアッツ島守備隊を称賛し、深刻化する文脈にアッツ島玉砕を乗せていくようメディアをうまく利用する。前述した再開目力して制作に臨み、自らが描く絵のあまりのものすごさに先行を。 あげたという談話などや、月命日にあたる8月29日に映画、完成したという報道は、藤田のメディアコントロールの一環である。美術史研究者の河田明久は、アッツ島玉砕完成日を、アッツ守備隊の月命日である29日に選び、さらにそれを新聞に報道させた上で、作品を陸軍に堅納して、歌詞を受けることで、軍公人の作品とした、藤田の戦略性を指摘。 アッツ島玉祭は芸術作品でもあり、プロパガンダでもあったとの見解を示している。殉教を無もたらしく描くキリスト教会画がその状況を招いた迫害者に対して避難の矛先が向かうように、アッツ島玉祭で描かれた玉祭した兵士たちは、単なる戦死者としてではなく、大義に準じた英雄として称賛されて、いわば殉教者のごとく、みなされ、アメリカに対する。 敵外心を燃え上がらせた。このような文脈で干渉される限り、描かれた生算な光景は兵士たちを貶めることなく、むしろその生成を高める効果をもたらした。文脈によって絵が受け取られていくことは、戦後になって観客からの圧倒玉祭の受け取られ方が180度変わってしまったという点につながっていく。戦時中の文脈が、 人々の観念の中から消えてしまうと観客は反戦のメッセージを受け取るようになる。また藤田がアッツ登玉祭で描いたあからさまな生産画に意味を与えるのは見られる祭の時代であり政治状況であることを示してもいる。アッツ登玉祭に影響を与えたメドゥーズ号のイカだアッツ登玉祭はヨーロッパ絵画の古典とされる作品の影響を受けているとされる。 作品としては、アントワーヌ・ジャングロのアイラウの戦いにおける野戦場のナポレオン一世や、テオドール・ジェリコーのメルーズ号のイカダにおける折り重なるような死体の表現の影響が指摘されている。画家としての成功を収めたパリで、藤田はルーブル美術館などでそれらの絵画を目にしていたものと考えられる。戦時中の影響、藤田のアッツ玉砕は同時代の画家に、 多大な影響を与え、数多くの追随者を生んだ。アッツ島玉砕は、第二次世界大戦後半期、戦争画のモデルとなったといえ、現存するアッツ島玉砕の影響を受けた作品としては、佐藤隆のニューギニア戦線密林の死闘、伊藤定造の玉木帝新残込み後有志奮戦、橋本82のニューギニア作戦がある。当時、 戦争画を描くと、その人の絵は、藤田風になるとまで言われ、木村総八は、藤田は、戦争画を領導しているとした上で、藤田を騎手として、洋画道のアカデミズムがついに成り立つと評価した。藤田の戦争画に批判的な意見を述べた、今泉八つも、藤田によって、戦争画の新たな領域が開拓され、戦争画の取材、両方を先導しているとした上で、 当時の画壇から忘れかけられていた病室本能や能力を想起させ、その回復を信じさせたと評価している。藤田が当時の戦争画家に多大な影響を与えた原動力はあっち登玉祭に代表される作品レベルの高さは言うまでもなく戦争画の制作に人並み外れたエネルギーで臨む藤田の姿が多くの画家たちに素朴かつ健康的な絵画制作を想起させ、 創作欲を刺激したことが挙げられる。戦後の影響、藤田の戦争画の影響は小松崎茂や成田徹に認められる。中でも成田は戦時中に見たアッツ島玉祭に衝撃を受け、その衝撃がつぶらやプロでのウルトラシリーズなどの戦闘シーン制作につながっていく。また沢原木の岩、アッツ玉砕は現地取材を行わず想像で描いた。 空想上の戦争、虚構であり、愚象であるのに、現実味が欠如しているところが、小松崎茂の作風を先取りしていると評価している。また、さわらぎは、小松崎や成田に続いて、宇宙戦艦ヤマと、機動戦士ガンダムなどといった、戦争アニメに、藤田の戦争画からの影響が引き継がれていると、考察している。前述のように、アッツと玉砕、 サイパンと同胞親切をまっとうすに極端なファッションとモチーフの選び方が突出していると評価したアイダ・マコトは1996年にアッツ島玉祭に触発された作品大公の平民巨想姉妹を制作した間は何を描いているかよくわからない画面をアッツ島玉祭をイメージする中で作ったと述べているそして2005年にはガンダム来るべき未来のために 点で、ザクという、アッツ島玉砕をザクによる、玉砕図に置き換えるという、いわば、機動戦士、ガンダムの文脈に読み替えた作品を発表する。サワラギノイは、間の、アッツ島玉砕に触発された作品について、原画の、ぐちゃぐちゃした想念の再構成を試み、さらに、ぐちゃぐちゃを、近代美術と戦後ポップカルチャーが循環する中で、追求しようとしたものと評価している。 田中久夫は、1938年の海軍、陸軍の命による戦地取材をもとに描いた絵について、軍によって借り出されてやっつけ仕事をしたのだと言えるかも、知れないと評価している。藤田が描いたとされる、ソ連軍に蹂躙されるもう一枚のの文犯ンン事件の、絵画は、小木須竜兵の四男である照之の証言によれば、小木須家に保管されていたが、終戦の混乱の中、 行方がわからなくなった。海軍からの要請に基づいて、アッツ島玉祭と並行して制作していた、ソロモン海海戦の会がソロモン海域における米兵の末路は、1943年12月開催の第2回大東亜戦争美術展に出品された。藤田は戦後、現存するすべての戦争画のサインを書き換えてはいない。書き換えられているのは、アッツ島玉祭と、 サイパンと同胞新切をまっとうすである。自信作のみ書き換えたのか、あるいは書き換えられる、環境下にあった作品のみ変えたのかについてはわかっていない。藤田君よは夫、つぐじが亡くなって40年余り後の2009年に98歳で、よう去った。さわらぎはさらに、戦争側、様々なものとの接続が可能な総合性や、娯楽性要素、 いわゆる大衆的白心性を持ち、アニメ作品に代表される戦後のポップカルチャーは戦争画を起源として引用、参照していて、著名なアニメ作品などは戦争や兵器の描写などを通して戦争画の負の遺産を脱近代、近未来的なイメージとしてフィードバックしており、これが多くの人々に受け入れられてきたと主張している。ありがとうございます。